はい、こんにちは。今日は私がインスタグラムでフォローしているハワイのとあるファミリーがいるんですけど、そこのママが作るお料理とかお菓子がいつも美味しそうで、しかも何がすごいかってすごいヘルシーなんですよ。でその中でも私が一番気になってるのがマジックブラウニーっていうレシピなんですけど、もう何がマジックかって言ったらもうみたいな、もうびっくりするような原材料を使ってて、何よりも簡単そうだし出来上がりがすごい美味しそうなんですよ。ちょっと楽しみに、作ってみたいと思います。はい、では早速材料を揃えていきたいと思います。まずあらかじめ茹でておきましたひよこ豆です。オーガニックのチョコレートチップス、オーガニックのピーナッツバター、お塩が入ってないやつです。メープルシロップ、はい、そしてカカオパウダー、ベーキングソーダとお塩、お塩はこれを使います。あとレシピにはバニラエッセンスって書いてあるんですけど、ないのでなしでやってみます。まずひよこ豆ですね、1カップと半分、はい、ピーナッツバターを2分の1カップ、こんなもんか、よし、はい、メープルシロップ3分の1カップいきます。ちなみにメープルシロップもオーガニックのやつ使ってます。よいしょ。はい、次4分の1カップのカカオパウダー入ります。ベーキングソーダを2分の1ティースプーン、小さじ2分の1ですね。チョコレートチップを2分の1カップ入れていきます。あっ、もうやだ、もうバカ。よし、はい、これで全ての材料が入りました。あとはブレンダーにかけていくだけです。はい、ブレンダーが頑張っている間に私はオーブンを温めておきます。ベークで180ぐらいにすればいいと思います。はい、余熱お願いします。あ、お塩入れ忘れちゃった。お塩ひとつまみ入れます。すっかり日が暮れてしまいました。ブレンダーが全く動かなかったので少しアーモンドミルクを足したりして、ようやくこんな感じになりました。これを出していきます。よし、これでまっすぐに鳴らしていきます。ちょっとこの不器用さが出てる感じになってますが気にせず、まあいいでしょう、こんな感じで。ようやく完成したので、これを昼間からずっと温めてきたオーブンに入れていきます。もう何時間余熱したんだ君。はい、おいしょ、入りました。ここから30分焼いていきます。よいしょ。その間に私はお風呂に入ってからゆっくりブラウニーをいただこうと思います。はい、一日がかりになってしまいましたが、すでに誰かがつまみ食いをしてなくなってますが、味見をしたいと思います。はい、風呂上がりパジャマで失礼します。もうね、ほんとちょっとこれを今日中に撮ってしまいたいから、もうそのままレポートしちゃいます。はい、いただきます。マジックブラウニー、うん、うん、おいしい念願のマジックブラウニー、ヘルシーで美味しくできました。良さそうなレシピがあったらまたみんなにシェアしたいなと思います。見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。